ビッグボスがアドバイスしてましたからね。痩せろってね。でも痩せてたからすごいです。素直だね。そうですよね。俺だったら多分痩せてないかもわか。ない本当ですか。打てばいいんだろうみたいな感じで。だってもうそうそうそう。だっておかわり君に痩せろって言わないでしょ。確かにね。結果出てないから言われるからね。出したらこっちのもんやろうっていうね。 アドバイスするということはビッグボスも、まあ、期待はしてるということですもんねあとはこれはもう俺はかなりひねくれてるけど、はい、すごいいろんな人にアドバイスしてるけど、うん、メディア的に清宮が一番美味おいしいから清宮だけ使われて他の人は使われてないだけああそういう捉え方も、ね、そうそうそう、えー、だ何やるかより誰がやるかで注目してくれてるから、うん、そこらへん新庄さんも日本ハムとしても大きいよね,そうですねだから俺来年どんなことがメディアが取り出されるか知ってんね、うんはい 知ってんですかバッティングピッチャー投げるね、新庄さんが投手で現役復帰かっていう紙面踊るよ、本当ですかパ・リーグ TV さんも抜粋で投げてる新庄さんの映像を出すと思う、アーカイブで。なるほどって皆さん、思ってるかもしれないです。打った打者に新庄監督の球どうでしたかって言って新庄さんのバッティングピッチャーの質を聞きに行くと思う。 まあ今ビッグボスが本当に注目されてますからねうそうですね、うん、でも球団としたら、はい、ビッグボスが注目されてる間に選手がもっと出てこないといけないですね今秋のキャンプもね、はい、ビッグボスだけのファッションチェックばっかりしてましたけど選手の名前があんまり出てこなかったんでここで選手が出てくると強くなるんですね、はい、そうですね星野、はい、さんはえ新庄監督についてこう今どういう風に見てらっしゃいますかオリックスがね、はい、優勝した時に、うん、あのインタビュー したんんだけど、はい、まあ、いろななテレビ局あるじゃないですか、うん、生放送は1局しかやってなかったんですよ、はい、昔は必ず優勝したら各局回ってね <laughs>、うん、インタビューしてし <laughs>、うん、そういう意味ではなんかあんまり見る人がいなくなってきたのかなと思うとエンターテインメントのところで、うん、まあハムがどこまでないになるかわからないですけど、はい、必ずお客さんを連れてくるっていうのは間違いないかなと思って、うんね、プレイヤー球界のためにはすごく。 面白いなと思いますけどね、うんうん、だからもう来年の名古屋のキャンプは土日は絶対行かないって決めてる人が多すぎて、うん、入れない、ね、はい、あ、やっぱ平日に行こうかなって思った日本ハムファンじゃない方々もいやなんか日本ハムの試合来シーズン見に行きたいってっ言う方ねい,ういますからねあと新庄さんがユニフォームを、うん、あのジャンパー脱いでユニフォーム姿見せた時に新聞の一面ですああそうですね <laughs> シーズン天井からいつ降りてくるのかっていうのもね、本当にね、<laughs> 楽,し<み>楽しみですねプロ野球スプリッツエース、6周年イベント、ラストウィーク開催中。